ガトリング砲、ガトリング銃、またはガトリングガンは1861年にアメリカ合衆国の発明家、リチャード・ジョーダン・ガトリングによって製品化された最初期の機関銃。外部動力、多重心式に分類される構造を持ち、複数の重心を外部動力で回転させながら、球団、装填、発射、排射やのサイクルを繰り返して連続的に発射する。 固有名詞としてのガトリング砲はガトリングが発明してアメリカで製造され20世紀初頭まで使用された機関銃を抗議には同時代に他国でそのレプリカとして製作された多重心の機関銃を指す。また、より抗議にはそれと同様の連射構造を持ったガトリング形式の機関砲の総称としてガトリング砲という呼称が用いられている。英語では ロータリーキャノン、ロータリーオートキャノンとも呼ばれる。以降は、機関銃の形式としての、ガトリング法についても記述する。原始的な、手銃の時代から、多数の銃身を並べて正射するアイデアが存在し、ガトリング法が登場した時期にもミトライユーズ法として、知られる、多方針、正射法が存在していた。ガトリング法が発明された、当時の米国は、欧州に比して、 軍事的後進国だったため、依然として、戦列不標式の不標運用が続いており、敵兵は密集した陣形を組んで向かってくる存在と認識されていた。こうした密集した敵兵に対しては、大砲から三段などの対人弾を浴びせる攻撃が、昔から行われていた。ガトリングのアイデアは、重心を感情に並べて回転させ、金属薬莢を使用する五艘式の閉鎖機構と、 球団機構をこれに組み合わせたものであり、それまでの多方針、正射法とは全く異なる構造の連発法だった。ガドリング法には複数の方針が感情に配置され、人力でクランクを回転させると連続して球団、装填、発射、ハイ射ヤのサイクルが進行する構造であり、射撃は正射ではなく連続して行われた。 1862年型では固定式断層に紙で包んだ鉛弾を内蔵する鉄製薬鏡の実砲をバラで投入する球弾方式であったが、1865年型からは合計0.58インチの新中製薬鏡の実砲バネを用いずその自重で落とし球弾する箱型断層式に変わり、これ以外にも必要に応じて上部から実砲を 次々に次足す相談クリップ式もあった。前装式小銃が主流だった南北戦争当時、ガトリング砲の持つ200発、フンの連射速度は驚異的であり、1866年に軍によって採用される以前からセールスエンジニアが戦場にガトリング砲を持ち込み、実際に敵兵を撃ってみせる実戦、参加デモンストレーションが行われた。 1876年型ガトリング砲、米国国立公園局所蔵品ミトライユーズ砲、フランス軍事博物館所蔵品初期のガトリング砲は、射撃中、いてが一定速度でクランクを回さないと弾丸詰まりを起こしやすく、また射撃に夢中になって回転速度を上げすぎると、加熱による部品の破損の危険があった。 このため1893年には電動モーターにより一定のペースを保って射撃できるタイプが開発されたが、当時のモーターやバッテリーはまだ重量課題で、信頼性が低く、さらに重量が増し、扱いが難しくなってしまった。後の時代に航空機用として生まれ変わったガトリング砲では、部品の精度や材質も改善され、外部動力のため不発が発生しても、 強制配やして射撃が持続できるという利点がある。また、重心一歩のあたりの発射頻度は低くて済むため、後に開発された、単方針の機関砲、機関銃が悩まされた、加熱によって生じる、様々な問題が発生しにくい構造になっている。一方で、多方針のためを目設置、操作には、複数の兵士が必要で、小型砲並みのサイズとなり、 軽便さに欠けるという欠点があった。初期のガトリング法は、新中製の薬莢を用いる弾薬が普及していなかったため、紙に包んだ鉛玉を鉄製の薬莢に収めた専用弾薬と一緒に販売されていたが、各種の金属薬莢式弾薬が普及し始めると、これを使用するタイプが製造されるようになり、各国へ輸出されるようになった。しかし、南北戦争で双方が使用した。 エンフィールド10に代表されるミニ A 式小銃の強力な殺傷力が、戦列不標式の不標運用を廃れさせると、不標は密集して、まっすぐ向かってくる存在から、3回しながら接近してくる存在へ変わってしまい、機動性と軽便さに欠けるがトイリング法は、野戦では役に立たない兵器となってしまった。また、いてはクランクを回して操作する。 必要性上腹者が難しいために射撃姿勢が高く、狙撃を受けやすいという問題もあった。ガトリング砲が威力を発揮できたのは、敵兵が突撃を仕掛けてきた際の拠点防衛用や海戦においてであり、敵艦の甲板を操作して乗組員を殺傷したり、雪原攻撃を仕掛けてきた敵を迎え撃つのに大変、敵しており、イギリスやロシアは植民地の盗賊撃隊用に、 これを活用した。機動性といての防御の問題を解決するため、イギリスのエジプト中流軍では四方を鉄板で覆った走行列車に乗せて使用していた。また、キャメルガンの名称でラクダの背中に乗せられるほど軽量化したことをアピールしたタイプや、ドーナツ型の断層を使用するものや重心を短縮させたブルドッグと呼ばれたタイプも登場した。やがて、マキシム・ブローニングといった、 単重心で軽量な重機関銃が出現すると、大型で重いカトリング砲は一挙に旧式化した存在となった。これには燃焼カスが大量に発生し、重心あたりの連射数の限界が低い黒色火薬、褐色火薬実報から清掃なしでも連射数の比較的多い無塩火薬実報への切り替えも大きく寄与している。これらの機関銃は発射時の反動やガス圧といった 内部動力を利用しているため、ガトリング砲よりも小型、軽量でありながら、ベルト球団機構によって、長時間の持続射撃が可能であり、特にマキシムの機関銃は、水タンクで重心を折って冷却する構造となっており、19世紀の水準で作られた、ガトリング砲よりも高い部品精度で製造され、信頼性も高く、防和戦争、日露戦争、第一次大戦で、 高い戦果を挙げた。ガトリング砲は1950年代に航空機用機関砲として復活したほか、手回し式のガトリング砲は州によっては法的に規制される自動火器には該当しないため、22LR 弾を用いたミニチュアのガトリング砲が手軽にフルオート射撃を楽しみたい人々に向けて市販されている。日本では母新戦争においての河合津之助が率いた。 長岡藩平がガトリング砲を実戦で使用した記録がある。河合嗣之助は母親戦争における独立特業を目指し先進的な軍備の整備に努めて軍政改革を行い横浜のアメリカ人の武器商人のスミスからガトリング砲を入手した。特にガトリングガンは当時の日本には3問しか存在せずそのうち2問を長岡藩が所持していた。戦場では 河合津之助自身もガトリング砲を撃って応戦したと伝えられており攻撃を受けた当初の新政府軍部隊は大きな損害を出したとされるがその効果は局地的なもので終わり野戦においてガトリング砲を使用した河合津之助の目論見みはコストパフォーマンスの悪い結果で終わった。幕府が米国から購入し新政府が引き継いだ軍艦。 鋼鉄に搭載されていたガトリング砲は、1868年に、同館に対し榎本軍の軍艦、回転丸の乗員が、雪原切り込み攻撃をかけた際の反撃に用いられたとされているが、殺藩海軍誌には、鋼鉄の乗組員であった山形小太郎のガトリング砲にあらず、小銃を持って射撃せりという発言が記載されており、実際に使われたかどうかは不明である。 また1874年4月、北海道開拓市がアメリカから2丁を購入。8月には、ユリシーズ・グラント大統領から、明治天皇に対し1丁が贈呈されている。その後発足した日本陸軍では、台湾出兵や西南戦争でガトリング砲が実戦投入されたことが記録されている。西南戦争の後は記録は途絶え、台湾総督府が、 反乱鎮圧用に常備していたことや、日清戦争、日露戦争で、新軍、ロ軍が使用していたものを、日本軍が露飼した記録などが散見される。1920年に、ニコライフスクがパルチザンに占領され、日本人居留民、中流日本軍が、ロシア人と共に殺戮された2港事件の際には、中国海軍から日本軍砲撃のために、 パルチザンに対応されたガトリング砲が日本領事艦攻撃に貢献した。戦闘機の主武装は最初期から単重心の機関銃、機関砲が主流であった。高速で飛行する物体が同じく高速で飛行する物体を正確に射撃することは極めて困難であり、多数の弾丸をばらまくことで命中率を高めるのが必然の選択であった。戦闘機の黎明期当時は、 すでに、ガトリング砲は陳腐化した兵器であり、戦闘機への搭載などを考えられもしなかった。しかし、1930年代から全金属製の軍用機が普及すると、防弾能力の付与が行われるようになり、戦闘機搭載の機関銃砲はこれに対応することが求められた。これに対して、主に英米は昇降系機関銃を多数搭載することで対処したが、 搭載位置が離れた機関銃の射線を目標物に集中させるにはその射程が限られるという問題があった。主にドイツは機関砲の代行経過で対応したが弾丸の速度や軌道の面でひいては命中率で昇降径銃に劣るという欠点があった。同時に軍用機の速度は高速化しその点でも命中率の低下は問題であった。 1940年代の半ばからジェット機が実用化されると、プロペラの干渉の問題がなくなったため、戦闘機においては、胴体部分に多数の機銃を集中配備するようになり、車線の問題についてある程度は解決がなされたが、まだ不十分であった。同時に運用機の高速化と構造強化も一層進展したため、新たな対象を迫られた。 第二次世界大戦末期にドイツで開発されたリボルバーカノンは有効な解決手段と思われた。方針は単一であるが、発射速度が従来の機関砲の数倍に向上し、昇降系機関砲を多数装備するのと同等の効果を命中率の低下なしで達成するものである。戦後、欧米諸国に広く普及したガトリング砲の発展型である。 m 六十一バルカン a 十三ダーボルトツーに搭載されたガウ八点三零ミリメートルガトリング砲、アベンジャーこの数星の中、アメリカ空軍はリボルバーカノンより高い発射速度を求めてガトリング方式に着目し、陸軍博物館倉庫にあった骨董品のガトリング砲に電動モーターを取り付けたものを作成、実験を行い、機体以上の大きな発射速度と弾丸の 集中的着弾による強力な破壊効果を確認した。有効性が認められたがトリング法は、ゼネラルエレクトリック社製 M61、M61A1 バルカンとして完成し、現在に至る M。M61、M61A1 バルカンや同種機構の外部動力式自動火器は、短時間で実砲を大量消費するため、球弾機構は、 ベルトコンベヤーのような構造をしている。他の単純新機関銃に採用されているリンクベルトはガトリング法では弾薬消費のスピードが速すぎるため張力に耐えられず使用できないことからレール球弾方式が用いられる。反面ガトリング法の根本的な欠陥である重量課題と構造の複雑さによる信頼性の低さ、また m 六十一が使用する二十ミリメートル弾の一発あたりの破壊力の低さ、そして超高速のジェット機同士の空戦ではガトリング砲が回転作動し始めてから九弾発射されるまでのほんの一瞬の間でさえ遅れをとって勝敗を分けてしまう欠点が指摘されている。そのため欧州の戦闘機においては二十ミリメートル台から三十ミリメートル口径のリボルバーカノンが 現在も採用されている。M61 バルカンの開発から10年ほど経過していたベトナム戦争当時にはアメリカ空軍の戦闘機にガトリング形式の自動化機が搭載された機は少なかった。また当時製造された回マイナス4をはじめ一部の戦闘機は初期設計では機関砲の類が搭載されていなかった。これは当時流行した。 航空機は高速化して、機銃を撃つ機会はなくなり、高精度化したミサイルによりその必要もなくなるという戦術思想に基づくミサイル版のオーロンの影響によるもので、航空機に積まれる機関銃、機関砲は対地攻撃用兵器として捉えられるようになっていた。だが、実戦が始まるとミサイル版のオーロンが楽観的であったことが以下のような事例で確認された。 ミサイルの命中率、信頼性の低さ技術的な課題評価とベトナムの高温多湿による品質の低下。実際に傾向されるミサイルの少なさに加え、運用コストの高さ最大8発のミサイルを搭載できる機でも、戦術上の都合と未使用ミサイルがコスト増を招くなどの理由もあって、最大積載量まで満載されることは、まずなく、せいぜい4から6発しか搭載されていなかった。 戦闘で使用しなくても出撃に用いられたミサイルは帰還後の整備を要するためである。またミサイルは重量があるため多く積載すればそれだけ航空機の運動性能が低下したほかより多くの燃料を消費した。さらに空母航空団では航空母艦の場合狭い飛行艦板上での自己防止のため未使用のミサイルを着艦前に投機せねばならなかった。 アメリカ軍の当初の交戦規定では、指定外攻撃を禁止目視前のレーダー補足のみによる攻撃が許されなかったため、結果、敵機による目視、回避される機会を増やした。任務上の問題性空戦闘、爆撃機の護衛が任務である以上、その場に止まることが要求された。北ベトナム側はミサイルを全弾発射した後、逃げ帰ることができたが、アメリカ側には、 そのような作戦行動は許されなかった。機関砲の有効性実際には、機関砲用の照準装置も飛躍的に進歩しており、高速化した戦闘機同士の戦闘でも十分能力を発揮できた。攻撃機が搭載する機関砲ですら、対戦闘機の自衛戦闘で予想外に大きな効果を上げたことが確認された。戦術想定の誤り想定と異なり実際のドッグファイト時は、 超音速飛行はあまり行われず、アオン速やそれ以下の速度で行われている。こうして高い連射性能を持つガトリング形式の自動火器は、空対空兵器としての地位を取り戻した。アメリカ空軍最新鋭の回 -22、エーステルス戦闘機にも、方針の延長と期間の改良が行われた M61、AA2 が搭載されている。航空機搭載に際する、蛍光弾数は、 全力で撃てば1分も経たずに撃ち尽くす程度の弾数、約600から700発程度だが、ごく一部の機体は、約1000発を搭載できた。旧ソ連でも1960年代以降は、GSH-6 から30、30mm ガトリング式航空機関砲が用いられたが、対地ロケット弾や対地ミサイルを補う、対地奏者用であり、これは現在でもある。 程度継続使用されているが、搭載している機種は減少している。空対空機関砲としては1970年代半ばまでは23から37ミリの大口径ガスト式機関砲、2から3門を搭載、それ以降の機関砲は一貫して30ミリ単方針の GSA-1-30 から1が用いられており、ミグ -31 を除いては空対空用として、 ガトリング法を用いることはなかった。今日のガトリング式機関砲は、前述の空対空機関砲としての用途に加え、その即射性から、海上対空兵器としての CIWS や、空対地兵器として、攻撃機や攻撃ヘリコプターなどにも搭載され、活用域は再び拡大している。ガウマイナス8アベンジャー合計3 0トルから7重心。 対戦車攻撃用に開発され、A-10 攻撃機に搭載。CIWS の一種であるゴールキーパーにも使用。ガウ -12 口径 25mm から50身、AC-130 ガンシップ等に搭載。ガウ -19 口径 12.7mm から30身、 UH-1N に搭載された GAU-17 ミニガン GAU-17M134 ミニガン合計 7.62mm から6重心。空軍での名称は GAU-2BA ヘリコプターのドアガンや車載基準として使用される。不評による運搬や運用を目指して、より小型の XM214 ミニミニガン、または マイクロガンと呼ばれる5 5 6リメナトナダン弾ン、ミニガンも試作されたが、銃本体だけで1 2 2 5ラム、弾薬込み装備重量では3 0ラムを超えるものであった。本来2名で運搬し重荷に据え付けられて、重機関銃として運用される火器であり、また、弾薬以外に駆動用の大型バッテリーが必要で、映画のように個人が手持ちで保持射撃するのは、 不可能である。ガウ -22A 口径 25mm から4重心。カイ -35A 等に搭載。M61 バルカン口径 20mm から6重心。戦闘機用に開発され、後に海軍の CIWS であるファランクスシステムにも使用。M197 口径 20mm から3重心。R-1 コブラ等に搭載。 M61 の軽列機。GSH-6 から30口径 30mm から6受 m ミグ -27 に搭載。また、海軍の CIWS である AK-630 やコール地区に用いられている AO-18 機関砲のベースにもなっている。GSH-6 から23口径 23mm から6受信。 スマイナス二十四ミグマイナス三十一に搭載。薬部マイナス十二点七口径十二点七ミリメートルから四重心。ミマイナス二十四リーヤミマイナス二十四ボルトに搭載。gshg マイナス七点六二口径七点六二ミリメートルから四重心。ガンポットに装備。ソレンドシア製のガトリング砲は、重心回転の動力源に発射時に発生する。 高圧ガスを利用している。ガトリング法は多くの映画やアニメーション、ドラマなどで使われるガジェットとなっている。高速で大量の弾丸を連射することから、その反動は極めて大きく、19世紀後半に登場した一部のものを除けば手持ちでは扱えないため、本来なら重荷に固定して使用するものであるが、多くの作品ではその点は無視され、 単に高い連射性能で広範囲を操作できる武器として描かれている。その派手さから、アクション映画などにおいてはたびたび登場しており、映画撮影用の空砲ではあるが、アメリカ人 E 社の M134 ミニガンを手持ち式に改造したものが、プレデターやターミネーター2などに登場している。もっとも、これらは撮影用に制作されたプロップに過ぎず、 モーターの作動に必要な大重量の 12V 自動車用バッテリー2個を離れた位置に設け役者にコードで接続して発砲開始も遠隔操作するものである。現実には携帯型は存在しない上実用困難である。これはファンに大いに喜ばれ、これを模したエアソフトガンも発売された。M134 のエアソフトガンを発売したメーカーは トイテックとアサヒファイアーアームズの2社で、現在はクラフトアップルワークス社がトイテックのものをリニューアルしたものを残すのみである。前述の通り、現行のガトリング砲は実際に抱えて撃てるようなものではないが、コンピュータゲームのバイオハザードシリーズにも高速連射のできる威力の大きな武器として登場している。また、クリシスなど近未来を描いた作品では、 パワードスーツにより増強された筋力で支えるという設定も見出せる。なお、前述のターミネーターシリーズでは T シリーズのような強靭で強力なロボットが使用する各機として登場している。歴史上手で抱えて使用することを想定された多重新型の銃としては第二次世界大戦時に考案されたニール、短期間銃があるが、作動方式は ウェブリーホスベリーオートマチックリボルバー自動回転式拳銃から発展したものでガトリング砲とは異なっていた。ありがとうございます。